せや俺何遍言うたら分かってくれんねんだ。その藤村正幸っちゅうやつはな、借金踏み倒して夜逃げしよったんや。これ許されへんことやわね。借りたもん返すんはこれ世間の常識や。事情は分かりますが、こちらで住所は教えられない規則になってるんです。お願いします。旧住所宛ての郵便はこちらで新住所の方に届けますので。なっ、冷たいこと言ったや。だいたいこの町内やいうのは当たりついとんねん。せやけど一軒一軒調べて回るのはえらい手間や。その新住所な、あんたがちょこっと教えてくれたらそれで済むねん。頼むわ、この通りやがな。そう言われても規則ですので。ああそうかい。言うとくけどな、俺かて郵便局に口座持ってんねんぞ。言うたら客やんか。そんなお役所商売しとったらな、じき潰れてまうぞ。ありませんわ。頭固いやつばっかりで全然教えてくれませんわ。こうなったら一軒ずつ調べて回るしかないですね。そんな手間かけることもない。リュウ、藤村宛に小包送るんや。小包ですか。宛名書きは夜逃げ前の住所で構え、目立つ箱を用意せ。はい。新しい住所が教えられんのやったら案内させるまで。藤村さんですね。印鑑かサインもらえますか。誰や。万田銀行や。案内ご苦労はん。案内で返しても。万田はん。藤村、わしがあんたに貸した20万とっくに期日過ぎておりますし、利息も払わんと勝手に夜逃げされたら困るなんがな。堪忍しとくなあれ。返す金あったら夜逃げなんかしまえんわ。昼間から寝言言うてるんやないわ。夜逃げ言うわ。まだまだ余裕のあるやつがするこっち。引っ越し屋に払うぜに、アパートの保証金、そんだけやったら利息どころか全額返せるはず。それはけど借金万田さんとこだけはおまへんねん。あ、もしもし、善南土建さん、万田金融です。労務者の件ありますの。あ、一人空いてる。そらよろしいわ。ほな早速今日から住み込みで頼みます。住み込みで。なんや。せっかく引っ越したところで悪いけどね、今日からまた別のとこに移ってもらうで。わかりました。二度と夜逃げなんぞ考えんこっち。どんだけ逃げてもわしの借金から逃げられへんいうことよう覚えときなはれ。ほな、この書類に記入して
8番の窓口に出してください。はい、西大阪市役所でございます。借金の利息を払ってもらうのはこの窓口でええんかな。困るがな、こんなとこまで来られたら。利息持ってくる言うといて持ってけへんから、こなしゃあないやろ。払うて払うがな。せやけどここはまずい。すぐ行くから表で待っといて。ほんまやな。兄貴大変ですわ。松野のボケとっくにやめてしまってます。ですか？何の用やとは言うてくれるの。内容証明届いてると思いますけど、特定調停の申請したんや。調停以外の取り立ては法律違反ですよ。それは分かっとる。今この場で取り立てるつもりはない。ただあんたの心づもりを聞かせてもらおう思いましてな。心づもり？市役所も辞めたようやし、その退職金でわしが貸した銭返せるんやないでっか。とにかく借金の話は1週間後の特定調停の時にしてください。帰ってもらえますか？おなやねん。おいおなおい。おそらく松野は夜逃げでも企んどるんやろ。今の様子やと今晩にでも飛ぶつもりかもしれん。りょう、張り込んでもらうぞ。家族持ちの松野が身一つ夜逃げすることはないやろ。荷物を運び出すに決まっとる。後付けで転居先を突き止めるんや。わかりました。しゃ逃がさへんどこら。どうも、万田はん。呼びつけてしもうて、すまへん。手離せんかったもんですから、今回の分っていうことで。兄貴、今トラックが稲六を南に向かって走ってますわ。どかんかいこれら。
っちは高速降りたぞ。これから改めて現地へ向かう。近畿道から浜道を使うから、そっちは湾岸線で行けや。はい、わかりました。くっそー、トラック見えませんわ。さっきの出口で降りたんや。すんません兄貴。トラックのナンバー控えたな。はい、ワーで始まってるんで多分レンタカーや思いますわ。とぼけでも上がんねえ。ちゃんとレンタカー屋に確認したんや。3日前岡部嫁に刺したのはあんたらやろかい。そない言われても困るから。手強いっすね兄貴。どないします？まあ当てることもない。この会社まで夜逃げすることはねえやろ。けどこの土地は、土地は確かにあんたらのもんや。転売でも何でもしたらいい。せやけど土地と温泉の権利は別もんや。まあ健康ランドは水道の水でも沸かしてやるこっちゃな。とは言うても温泉なんぞ持っとってもおやじには必要のないもんや。話によってはあんたらに売らんこともないで。なんぼですか？5000万言うとこやの。5000万やと？さっきの話やと2億で売る話があるそうやないけ。銀行に払うた1億とわしに5000万払うてもあんたらにも5000万の儲けは残る感じ。どないする？わしはどっちでも構えんで。銀行に1億払い損になるか、5000万の利益で我慢するか、2つに1つや。わかりました。万田さんの債権5000万で買い取らせてもらいます。物分かるようで結構や。けど土地転がして5000万とはええ商売でんな。早速明日にでも会社に取りに来てください。毎度助かります。健康ランドか。いや電話やったんが残念ですわ。あの女社長の吠え面見てみたかったもんですわ。そやけどあの不動産屋銭湯だけ残ってどないすんのや。更地にして駐車場にでもしたらうちらが取った5000万くらいまた稼ぎますやん。そう簡単に温泉付きの土地欲しがるやつもらんやろしな。松野の100万に岡部の100万、山木ちゃんの500万を回収して残り4300、儲けは折半ちゅうことで2150が山木ちゃんあんたの取り分や。おおきに、万田ほんまにありがとうございます。また商売の元手にできますね。いや、とりあえずは娘の学費が先ですわ。そう言うたら医学部復学したんやったな。そうですわ、今度こそ医者になりたい言うて真面目に勉強してます。いや、もともとが優秀な子やさかいにちょっとぐらいのお金つぶりでも取りも。大将の娘自慢が始まったな。娘が無事医者になったらそれからまた改めて風呂屋始めよう思ってまんね。温泉はもちろんサウナ、マッサージ、レストランまである。大健康ランドを作って逆転したりますわ。ほんまですか？いや、もう年やし言うだけですわ。あ、風呂屋だけに？ええ、言うだけ。なんやんそれよ。